はい、オッケーオッケーです。ああ、ありがとうございます。あ、はい、髪切ったんですか？え？あのさ、目やっちゃったから、はいはい。頭洗えないんだよ。ああ、ああ。だから、切っちゃう。いや、さっぱりしてていいと思います。いやいや、神さんに切ってもらって、バリカンで。なんか、雰囲気が。雰囲気が。ちょっと変わりましたね。うん、ちょっと、固めで申し訳ない。いい。それで、はい。とはさ、インタビューかな？あ、そうですね。うん。だから、質問してもらってさ、はい。それに答えるって形なんで。はい。お願いします。はい。はい、よろしくお願いします。はい、お願いいたします。はい。いきなり、核心から、ちょっとお伺いしたいなと、はいはい、いいですよ、思いまして、うん、キツカワさんと京都の亀岡でお会いした時から、大本の時印象なんですけど、うん、はい、大本の、うん、まあ、誰に対してでも、うん、同じ、形、同じようなコミュニケーションできるっていう、その上から目線とかじゃなくて年の差であったり、うん、地位とか名誉とかそういうのを全く関係なく、うん、っていうのをちょっと実感した言葉とかじゃなくて、うん、本当に実感できたなっていうのがあって、うん、で、まあ、キツカワさんのお話を聞くと、うん、まあ、それはその生死の自分の可能性の一つであって、うん、はいはい、あの親近感を、うん、というか、うん、まあ、自分の一部であるっていうふうにおっしゃってて、うん、言葉ではもちろんわかるんですけども、うん、実感ができないというか、うん、っていう、というのもですね、うん、私自身がちょっと先に自分の、うん、なぜそう思うかっていうのをちょっとお話しさせていただきたいんですけど、はいはいはい、僕自身はその人間には興味あるんですけど、うん、個人にあんまり興味がなくてですね、うんうん、全ての人がワン・オブ・ゼムであって、うん、オール・ニー・ワンではなくて、うん、まあ、統計でいうところのサンプルの一つとしか思えないっていう、うん、それは自分のその人間味に欠けるなとか、うん、まあ、コミュニケーション自体も、うん、ね、やっぱりそういうのはにじみ出ちゃうんで、うん、あまり長続きしないなっていうのは僕の自身の課題ではあるんですけども、うんうん、っていうところでその、うん、どうやったらその実感を持てるというか、うん、そこがコミュニケーションのその筒川さんの、うん、僕は書くかなと、うん、思ってるわけです、うんうん、なのでそこの話をもうちょっと詳しく教えていただけたらな、うん、はい、わかりました。いきなり難しい質問。いや、もういきなり本題からいこうかな。うん、いいんじゃないですか。枕も良い、うん、はい。だからまずさ、はい、俺は基本的にフラットじゃない？はい。で、それはさ、例えば人間ってだいたい、長くたって100歳だよな。うん。100年だよ。はい。100年なんてさ、ほんの一瞬じゃない？そう、いや、そう僕は思えない。今44だけど、まあまだあと半分もあるのかって思うと、いや、まあそれはだから個人レベルから見るとそうだけどさ、はい、もうちょっと宇宙レベルから見たらさ、うん、一瞬だよな、うん、だから例えば10年先輩といたとしてもさ、はい、10年だよお前、うん、な、今いくつ？今43で今年4になります。44だろ。44になる。うん。はい、どこ72だろ。うん。その差なんてさ、本当にふって感じだよな。あ、そう。いや、なんか抽象度上げる頭ではできても、じゃあ実感としては、うん、なかなかやっぱできづらいな、うん。だからまあ要するにさ、はい、まあ10年も20年も30年でもさ。うん、先輩だからつってさ、はい、先輩とはあんまり思わないんで、同じ時代を生きてるっていう感覚なんだよな、うん、だから全部同じこうタイムラインがあってさ、はい、
同じところを生きてるっていう感じがするわけで、俺人に対しては、うんうん、だから今10歳の子がいたとしてもさ、うんうん、やっぱり抱えてる問題は同じだなと思うわけだよ、はい、ね、それで生きてる喜びも同じだと思うわけだよ、うん、だから上だからってなんか遠慮することないしさ、うん、下だからっつってビビることはないわけだよな、うんうんうん、同じ仲間だと思ってるわけだよ、うんうん、この時代を生きてるな、はい、このタイムラインを生きてるさ、うん、だから全然そこでは何ていうの、先にいるから何かって構えちゃうってことはないわけだよな、うんうん、で同じなんだよ、うんね、まずそれが一つな、うん、それから、はい、なんだっけ、もっと難しい問題ああじゃあ関心持てないのな、そうですね、他人に対して個人に対して人間自体には興味ある、うん、個人に対してちょっと興味が持てないっていう、うん、はい、だからまあそれはまあある種の好奇心だと思うんだけどさ、うんうん、それ何の好奇心かというと自分に対する好奇心なんだよな、ほう、うん、だから俺はずっと自分が何だかよく分かんなかったわけだよ、はい、10代の時な、はい、でまあその結果自分なりに理解したのは、はい、他人っていうのは自分の可能性でね、うん、俺は誰かの可能性だっていうさ、うん、ことを、まあ、自分なりにそういうふうに思ったら楽になったわけだよ、うん、だからその他人っていうのは他人じゃなくて俺なんだよ、なのでそこを頭では、うん、言葉ではもちろん理解できるんですけど、いや実感を持って、うん、じゃあ今僕が吉川さんのことを自分の可能性の一つだとは実感を持ってはやっぱ言えないですね、うん、なかなかそんなの思い込みの問題だよ、思えばいいだけだよだからさ、はい、まあ例えばもう全然自分と理解できないやつがいるじゃない、はいはい、それも俺の可能性なわけだよ、うんうん、となんか面白くなっちゃうわけそういうのが。ということは、うん、吉川さんは、うん、自分の可能性の一つだとは、うん、思えないような人であったり、うん、場合でも、うん、そういうふうに思うっても決めてるというか思い込む、そうそう、だからそれもしかしたらそうなってるかもしれないっていう可能性があるわけだよな、はい、同じ人間でさ、同じ地球にいるわけだからさ、だからもし俺がああなったら面白いなと思うわけだよ、それは率直に言うとやっぱり頭では分かってもなかなか思えないからこそ、うん、まあいろんな問題が、うん、だからその自分っていうのがさ、はい、完成されたもんだと思ってないわけだよ、なるほどその動きの一つだと思うわけだよな、うんうん、だから今はこうだけど明日違うこと考えてかもしれないしさ、うんうん、というようなその可能性があるわけだよな、うんうんうん、だからそうするとその他人っていうのはさ、そのいろんな可能性を見せてくれるわけだよ、はい、俺の可能性をな、なるほどなるほど、だからワクワクするわけだよちょっと今聞いて感じたのは、うん、その吉川さんの中ではその自分っていうもののイメージがものすごく流動的であって、自分っていうのはこの型が決まってなくて、うんうん、あの人もそうだしこの人もそうだし、うん、あの人もそうだっていうふうに、要はその自分っていう概念が広いというか、うん、まあ自分っていう範囲もあるんだけどさ、はい、やっぱり価値観っていうものがさ、うんうん、自分はこうだっていうものがさないわけだよ、はい、それはこう生き物だからね、はあはあ、だ変わるもんだと思ってるわけだよ、なるほど、だからなんか今僕なんか信念持ったとしてもさ、はい、それは永遠のもんだと思わないわけだよ、じゃないとつまんないと思うわけだよな、だからその可能性をさ他人が見せてくれるわけだよ、自分の可能性をな、だもちろんだから全部選択するわけじゃないよ、だ可能性としてさ見せてくれるっていうのはさラッキーだと思うわけだよ、うん、俺にとってはな、
喜ばしいことなわけですよ。なるほど。うん、だ自分っていうのはなんかこうもう終わっちゃったもんだったりさ、固定的なもんであってね、で自分と世界とか自分と他人っていうのでさ、はい、自分という基準でこう測っていくとさ、うんうん、それは違うものは切っていくみたいになるじゃない、うんうん、でも 俺の価値観というのは全部可能性だからね、はい、なるほど、というふうに見るとさ、はい、なんかメニューがいっぱいあるレストランみたいな感じになるわけだよな、ワクワクするわけだよ。あ、じゃあ今の例えで言うと、うん、まあ僕みたいな人間はもう一品料理でもこれ、うん、そうそう、これ一品で料理、うん、勝負してるような、もったいないなと思うわけだよ。なるほど。選べもドーンっていろんなメニューがあれば、そう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 、うん、じゃあそこからどれを選ぶのっていう、そうそうそう、選択肢が、うん、あ、なるほどなるほど。だからやっぱりなんかこう生きてるってやっぱりさ、選択していくことやね、毎日さ、うんうんうん、まあ今日例えば昼間何食べるかっていうのもこれすごい大事な選択なわけだよな、はい、ラーメン食うか日本そばにするかみたいなさ、はい、だからその毎日なんかもう瞬間瞬間選択してんだよ、はい、これからトイレ行くかとかね、お茶飲むかとかさ、うんうん、だから同じようにやっぱりさ、自分という主体もさ、はい、選択してんだと思うんだよ、日々な。それは多分僕は無自覚というか、無意識で、うん、決まったものを、はいはいはい、同じ料理を出し続けて、うん、多分ね、普通そうだと思うんだ。そうで、ね、で俺はだからそれがなんていうの、正しいっていうんじゃなくて、はい、その楽しさを見つけちゃったんだよ俺な。それはなんかきっかけってあるんですか？うん、だからそれは自分っていうのが どういうふうに取り扱っていいのか初め分かんなかったわけだよ。はい。で、まあ、ある種のコンプレックスみたいなもんでさ、周りはみんなすごかったわけだよ、はい、俺能力ないしね、はい、っていうようなところにあってさ、はい、でもその全て周りは可能性だっていうふうに思った瞬間さ、はい、まだ自分はどういうふうになれるっていうさ、うんうん、ことに気がついたわけだよな。で今回これが本題なので、うん、もう突っ込んでお聞きしたいんですけど、はい、どうぞどうぞ。周りが可能性だってその気づいたきっかけってあるんですか？うん、気づいたきっきっかけね、うん、きっかけっていうのはないけど結構苦しいんだな、うん、そこをちょっと修正できやすいくつぐらいの時、うん、だから18ぐらいかな、はあはあ、17、18だな、はい、というかまあ要するに高校生の時、うん、大学の1年ぐらいかな。なるほどなるほど。うん、まあ10代だな。はい。でまあ要するに先が見えなかったわけだよな。うん。それで俺ほんとね頭悪いんだよ俺、成績悪いんだよ、うん、高校の時もペケから2番目ぐらいだったんだ俺。ほうほうほう。というかね、あんまり覚えられないんだよ言われたことをね。で、まあ、まあある種のちょっとそういう病なのかもしれないけどさ、うん、こう目の前でやんなきゃいけないことよりさ、なんか遠く見てる方が好きな子だったわけだよな。だからまあ無双家だったわけだよな。だから大学で俺辞めた時にさ、クラスメートの誰か知らないけどトイレにパラノイアキツカは退学するみたいなこと書かれたんで楽なんですね。だからあんまりこう現実的ななんていうのこう、こうしたらああなるっていうのが全然できなかったんだよ。それでこのまま本当に社会に出て生きていけるのかっていう不安があったわけだよな。で、だから初めはだからさ、自分をこう変えなきゃいけないと思った部分があるわけだよ。
あ、このままじゃダメだっていう。そうそう、だからもうちょっとちゃんとしっかり価値観持って、自分の主体持ってね、うん、はい、こういろいろ判断できるようにならなきゃいけないみたいなのを、こうプレッシャーがあったわけだよ。はい。でもそれ俺できないなっていうさ、こう諦めもあったわけだよ。うん、そこで結構悩んだわけだよな。でその時見つけたのが、だから別に今俺がかく、あの価値観を確立しなくてもね、すべて可能性だと思ったらさ、うん、これ毎日楽しいんじゃないかと思ったわけだよな。可能性を追っかけてるんだからさ。あの、ロッキンオン。あ、それ始めると前。あの今、原稿を、あの、前のその、40年ぶりとかでっていう、うん、で、絶望について書いてあったんですけど、うん、やっぱり絶望っていうのは、やっぱ本当に追い込まれたら、あ、うん、あのひっくり返るみたいな感じだったのかな、うんうん。だからまあ、まあ多分みんなそうなんだけど、10代の後半、特に男はさ、うん、19歳ってある種一番ひどい時期なわけだよな。はい、私もそうです。だからね、男の19と女の20って俺言ってたんだけどさ。なるほど。いや、俺知ってる女の子みんな29で苦しんだってたもんな。結婚も含めて。まあ結婚も含めて、やっぱり女の子が終わって女になるみたいなところあるじゃない？ああ、なるほど。うん、確かに、はい。だから男の場合もうちょっと多分それは早いんだよな。なるほど、なるほど。うん。だから子供と大人の間にちょうどいてさ。うん。で、大人っていうのはしっかりしなきゃいけないっていうさ、そういうプレッシャーがあったんで、うん、昔はもっと今よりね。はい。はい。で、俺はそれ無理だっていうさ、うん、子供だっていうふうなのがあってさ、うん、でどうしてか分かんないって、と思ってたわけだな、うん。うん。で、まあ結構ジタバタしてたんだけど、うん、まあその時にね、まあだから俺の持ってるのはね、なんか思想とかそういうんじゃなくてね、俺方法論なんだよな、ずっと俺が追求してきたのは。だから結論じゃなくてさ、やり方みたいな、はい、それを見つけるのがあの早いと思ったわけでな。でそれ一番初めにやったのはその可能性の部分だよな。ああ、それが一番最初の、うん、そうそうそう。だから俺がずっといろんなこと言ってんのはさ、はい、大体あの方法論なんだよね、参加型とかそういうこともね、思想じゃないんだよ全然、うんうんうん、これはこうであるべきだっていうのじゃなくて、こういう方法でいくというさ、うんうんうん、だから何でも使えるわけでな。だから一番初めはやっぱ自分というものをどういうふうにね取り扱っていいのかと思った時に、まあそういう方法論にたどり着いたっていうかとかね、発見したってことだな。でその、自分の可能性だっていうふうにの一つだって思うのが先なのか、うん、方法論が先なのか、まあ同時だな。あ、はあ、うん、だからそういう、あ、可能性っていうふうに考えればいいんだっていうふうに思って、そういうそれが方法論になるなと思ったわけだよな。あ、うん、それに気づいた時は、うん、結構もうひっくり返った実感があったのか、うん、まだ不安だったのかっていう。まあだから一つはヒントをもらったのがあってさ、それ前も言ったかもしれないけど、そのポール・バレリーって人がいてね、うんうん、まあ、その人の本をずっと朝読んでたんだよ。でその人が可能性の間っていう言葉を使ってね、人間っていうのはその可能性の間であるという、まあ、フレーズだけヒントにもらったんだけどさ、はい、だから人間というのは何にもなりうるっていうさ、可能性そのものであるっていうのはさ、
フレーズだったんだよな。はい。まあそれが多分俺にとっては救いだったんだよな。だから俺が今そういうしっかりして会社に入ってとかっていうふうに決めなくていいんだっていうさ、それもあるしそれじゃないのもあるっていうふうにさ、だから決めなくていいっていうことなんだよ。それは非常に楽になったんだよ。それまでは何かしら決め、まあ自分の道を決めて、まあその自分というかさ、例えば親とかさ、うん、周りはさ、そろそろもう人生決めろみたいなことってプレッシャーあるわけだよ。うん、でうちの袋はもうあれだから、お前は銀行になれとかさ、公務員になれとかね、修羅場生きていけないんだから、そういうあの安定しとか入れみたいなことを言うわけだよな。で、あ、それはそうだなと思った部分もあるし、それはちょっと嫌だなと思ってさ、だからその可能性として考えたらね、うん、俺結構サラリーマンだったらちゃんとやったなっていう自信もあるわけだよ、うん、ね、やんなかったけどさ、うん、公務員だったら結構きっちりやったんじゃないかなっていうさ、うん、だからそれも全てあり得る話だとするとさ、うん、なんか人っていろんな人生生きられるんじゃないかと思ったわけだな、うん、だ得した感じだったわけだよ。した感じというと、うん、だから一人が一人ずつの方法で一つの生き方をするんじゃなくてさ、うん、まあ一種のパラレルワード的にね、さ、うんうん、なるほどなるほど。で、まあその10代なんでいろいろこう無双をしたりね、で、うん、俺寝る前にいつもノート書いててさ、うんうん、落書きみたいなのとしてたんだけどさ、うん、でそこにまあ好き勝手書いてくるんだけどさ、まあそういう時期でもあったんでね、うん、だからやっぱ可能性っていうものに非常にさ、うん、まあ可能性を感じたっていうかね、だ固定的な何かこうレールじゃなくてさ、はい、どこ行ってもいいんだっていうようなさ、うん、道だよね。なるほどなるほど、うん、だから人間ってさ、やっぱりそのいろいろ考えて苦しむんだけどさ、はい、やっぱり楽な楽、自分にとって楽な道っていうのを見つけるのが幸せだと思うんだよな、うん、で俺はそれが楽な道だったわけだよ、うん、まあそれ人によって違うだろうけどね。なかなか本質的な質問が一番いやー、せっかくの機会なんでちょっと一番聞きたいことを最初に、うん、だからまあ当時さ、まあ、大学とかって、うん、まあ、学生運動の時代だからさ、はい、まあそういういろんなプレッシャーもあるわけだよ。なるほどなるほど。戦わなきゃいけないとかさ、うんうんうん、そういうような社会的なプレッシャーもあってさ、うん、でまあ頭の中ではそうだなと思うんだけど、体がそういうの苦手なんだよ俺、うん、なんでその人の意見をオウム返しに言わなきゃいけないんだとかさ、ね、だってお前みんな学生の人にとってお前そういう綱領みたいの読んでさ、読み合わせっつって意思統一するわけだよそこな、うん、もうバカバカしくてしょうがないけど、そういうのさバラバラでいいんじゃないかと思うわけだよな、一人一人さ、うん、でまあ結構友達がね、はい、まあうちの大学だけでいろんなところにできてさ、うん、まあ、相手学生運動のやつらなんだけど、うん、ノンセクトの連中なんだけどね、うん、でまあアナーキストの連中たちとの付き合いが始まってさ、うん、で
アナーキストってなんかさ、怖いじゃない。確かに、ちょっとイメージが、ね。そうそう。怖いよね。俺怖いんですけど、つったらさ、うん、あの、キツカワはその、アナーキズムとね、うん、テロリズムを混同してると。うんうん、だからその、テロリズムっていうのは、まあ、あの、要するに暴力でさ、うんうんうん、社会を壊しちゃうわけじゃない、うんうん、でアナーキズムっていうのは無政府主義なんだけど、はい、これはその政府をなくすっていうんじゃなくて、うん、政府がなくても一人一人で生きていける社会だっていうことを言ったんだよね、うんうん、だから政府の機能を壊しちゃうことじゃなくて、うんうん、あの要するにまあ個人の文化だと、うん、だから政府の機能がなくてもみんながね騙し合いしなくてね生きていけるような社会を作るのが無政府主義だっつってさ、うん、おそれはなるほどと思ったのがあるけどね、うんうん、でもみんなやることみんな無茶苦茶なんだけどさ、なるほど、うん、だからまあある意味では 俺の、 あの考えの中に無政府主義的なね、うんうん、つまりその社会が生き方を決めるんじゃなくてさ、うんうん、ルールを決めるんじゃなくて、うんうんうん、あのそれぞれが自分の可能性を追求していくだけの外側からこう自分の道を作るんじゃなくてさ、うんうん、そう自分自身に対してもね、うんうんうん、まあ、言ってみれば自由にやりたいっていうさ、はい、それが本来 の、 あの、まあ、理想、まあ、理想じゃないかと、うんうん、でまあもちろんそんなのはあのめちゃくちゃになっちゃう今やったらね、ただそういう理想に向かっていこうというふうには思ったよね、うんうん、まあそれは現在の活動にもつながっている、うんうん、で それは非常にさ矛盾したことでさ、うんうんうん、あの要するに無政府の方がね、一人一人個人が自立した方がいいって言いながらさ、うんうん、なんか組織になっちゃったりするわけでな。うんうん、と、やっぱりその、また読み合わせみたいなのが起きるわけだよ。なるほど、なるほど。うん、だからまあ、その矛盾というものが、まあ、それはそれでまた面白いんだよな、うんうん。で、やっぱり矛盾が面白いっていうのもその頃ね、思ったんだよな。なぜですか、うん、なんかこう決まったものというよりも、まあ、対立というかさ、うん、はい、やっぱりそれ違うってことじゃない、ことこがさ矛盾っていうのは、だからその矛盾をこの統一しようっていうんじゃなくて、あの人と人はやっぱ矛盾のまま生きていけるんだっていうような感じだな、だから何でもこう突き詰めれば全部矛盾なんだよな。うん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 。うん、だから金に縛られたくないけど金がなきゃ生きていけないみたいなさ。うんうんうん。あるじゃない？はい。だからなんかそういうのって全部こう運動として捉えるね、動きとして捉えるとさ。うんうんうん、その矛盾の中にこうチューブラリンで、いるみたいな、こっちに引っ張られたらあっちに引っ張られたりっていうさ、うんうん、そこのバランスでなんかこう危うく生きてるっていうのがなんかいいなっていう感じだったな、うんうん、だからなんかしっかりとしたあの確信とかさ正義とかがさ信用できなかったんだよ、いまだにそういうやつは嫌いだよ。まあそれも可能性だけどね。俺がもしかしたらそうなったかもしれないけどさ。ああ、うん。だから十分そうなった可能性もあるわけだ、俺なんかな。うん。可能性の一つとして、まあ受け入れはするけれども、うん、まあ好きか嫌いかで言ったらですね、好きではないと。そう、好きじゃない。うん、好きじゃないけど、まあ、分かるんだよ。そういう、うん、そういう言わざるを得ないこともな。
なるほどなるほど。だからそれは自分もそうなる可能性があったからなんだよね。なるほどな。だからまあ基本的に他人に対する好奇心だよな。それはその僕がその他人に、うん、その個人にあんまり興味が持てないっていう、うん、だそれはね他人じゃなくて自分自身に好奇心持ててないんだと思うよ。自分を面白がらないとダメだと思うんだよ、そういうのはな。そこもうちょっと教えていただいていいですか。うん、だから俺はさ何にもないよりさ、はい、悲劇であってもあった方がいいと思う人なんだよ。ドブがあったら落っこっちゃった方がいいと思うわけだよ俺。それはなぜですか。そう何にもないで平然と歩くより面白いじゃない。怪我とかした怪我も含めてな。だってそれ経験じゃない。で人がさなんか成長するっても経験以外ないんだよ。成長とか変化な。だから経験できるものはもう全部経験した方がいいと思うわけだよ。それはその頭で考えるとか本読むじゃなくて、うん、実際に体感で。そう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 。だってあの本だって誰かの経験なわけじゃない。なるほどなるほど。その人の経験を経験したってしょうがないんだから自分で経験した方がええわけだよ。だから俺は30まではすごい本読んでたんだよ、うん、本の虫だったわけね、うん、で30で一切やめちゃったんだ俺。で本は読むんじゃなくて書くもんだって決めたんだよ。すごいな。うん、でもちろんだから読まなきゃいけないのを読んできたけどさ、うんうんうん、でもみんなが読んでる方がなるべく読まないようにしたわけ。だってそれあった方が早いもん、まあ、実際生きてんだったらさ。うん、だからそのねあの手紙書いたりしてね林二郎と出会ったりしてるわけだよな、うん、なるほどなるほど。本によって絶対本人の方が面白いはずだもん。ああなるほどなるほど、うん、本を書いた人の話を実際に聞いた方が絶対。それは絶対だ。本はって終わっちゃったことやない、その人のさ。なるほどなるほど。その人のこう一緒に生きる方が絶対楽しいに決まってるじゃない。過去の経験談じゃなくて、現在進行形の話を一緒に、うん、そう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 、一緒に考えられるしさ、一緒に経験できるわけだしたら。なるほど。まあだから、はい、もうそろそろ時間だけどな、はい、30分だよ。はい、ありがとうございます。やっぱりもう一回自分の中をさ見直した方がいいと思うよ。うん、うん、だから何にもしないとさそれでいいと思っちゃうんだよ。あ、自分に疑問持たないとさ、特に今の社会生きていけちゃうんだよな。はい。でもそれはやっぱり生きてるってことじゃないんでさ、生かされちゃってるんでさ。うん。なるほど。やっぱり自分の可能性とかさ、自分の方法論を探るとかね。うん。それは非常にさ、面白いことなんだから。楽しいことなんだから。うん、苦しいことは全然ないんだよ。苦しいことも苦しいと思ったとしても、うん、実は楽しいというかいい経験になるっていう、うんうんうん、だから俺ロッキングに昔書いたことあるんだけどさ、
はい、あの喜怒哀楽ってあるだろ、はい、で喜怒哀楽ってないと、ほう、うん、喜怒哀苦なんだよ、ほう、それを相対が楽なんだよ、楽しいなんだよ、まあ、喜びとか怒りとか苦しみとかね、はい、あの悲しみみたいなのが楽しみなんだよ、楽なんだよ、なるほど、うん、だ何にもないより苦しんだ方が面白いはずなんだよなかなか難しいですね、その考え方、まあでも可能性の一つだと思えば、うん、いいんかな、うん、まあいいや、ちょっとこれ今日の原稿にまとめて、はい宿題で、あのフェイスブックのグループにアップ、うん、アップしてくればいいよ、それいつとか、まあいいよ、いいとか特に締め切れないけど書けたら、あ、じゃあもうすぐ上げてもいいし、うん、あ、これ時間経ってもしょうがないから早くやった方がいいよ、あ、わかりました、うん、うん、はい、それで今日の日付と、はい、まあタイトルつけて、はい、うん、でまたちょっとまた分かんなかったらもう一回やろう、あ、ありがとうございます、うん、追加もあれで、はい、まあ、とりあえずまとめては書きます、はいはい、うん、じゃあとりあえず終わります、はい、ありがとうございました、はい、どうもね、はい、はい。